息をしているのと同じように、はい、作り続けるっていうことが大事なことだと思いますよね。それが大事で、工芸美術っていうのはいろんな工芸っていうものに対する考え方があると思うんですけれども、私自身は日展の工芸っていうのが好きです。なぜかというと、型にはまらない、それぞれの人がそれぞれの世界観の中で形を作って、だから私は、金属の人間なんですけれども、時として金属以外のものを作る、ガラスを入れてみたりとか、アクリルを入れてみたりとかって、いろんなことしていきながら楽しんでますね。で、そういうことを許されるというか、それが当たり前、人間が作るときに束縛があってはいけないっていうことを自然に受け入れてくれている場所が、自由っていうものがそこに大きく存在する、ここが大事なところでしょうね。芸術の中に自由をなくしたら、それはもう破綻でしかないですから、兄と僕は20違うんですけれども、兄が随分若い頃に特選を取った、それがすごく親父も袋も喜ん で僕はおんぶされて東京上野の東京都美術館都美館に見に来たんですよ。それをね、なんとなくなんだけどね、覚えてる。それが日展の会場に来た歴史かな、ね、でその僕は初めて芸大の大学院に行って初入選した時に、その時の当番のおばちゃんがいたんだよ。そのおばちゃんがね、皆さんおんぶされてるあんたを私は知ってるよとかって言われてね、ヒーとかって驚いたんだけど、そのぐらい、そのなんていうかな、その当番の おばちゃんたちもね、本当に日展が好きでずっとこうその当番をやり続けてくれてたのかな。うん、それで、ああそう、あなたも入選したの、よかったねって言ってくれた時がね、非常に歴史感を感じたのと同時に、ものすごい喜びと、これなんかこう輪廻のようなねものをこう、こう巡り合わせみたいなのかな、感じましたね。面白い日展、明るい日展、楽しい日展、みんなの日展っていうように、こうどん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 こう広げていきたい。いわゆるそのこう見せてあげるんじゃなくて、みんなで楽しみたい、みんなで体験したい。例えば冬のね、極寒の世界を描いたり作品があるとするじゃないですか。するとそこには行けないわけじゃない。でもその絵を見てたら、なんかそこの厳しさみたいなものをね、体感できる。作家、見る人、その両者が同じフィールドにこういられるような環境になれたら、5日もあるわけですからね。一日じゃ見えきれません、うん、面白いものね、発見する場所、こう見ながらこう歩いていってね、ファッとこう立ち止まって、これいいな、ちょっと来年この人の作品ってどんな風に変わるんだろう、楽しみだなっていうような見方がね、ある。同じように自分のこと言うと変だけど、ちょっとこう遠くで見てるとね、僕の作品の前で立ち止まってくれたら嬉しいな、あ立ち止まらないで行っちゃったとかね、こう立ち止まってくれてとかって
指さしたりなんかしてくれると、あんなに辛い思いして作ったけど、もうそんな辛さはすっ飛んじゃうんだよね。